はい、皆さんこんにちは、竹千代です。今日も手帳タイムをしていきたいと思います。ですね、戻りました。昨日ね、ライフオーガナイザー英語サイズの開封動画をして珍事件が発生したわけなんですけれども、いや、なんかね、もうインスタグラムもそうだけど YouTube もそうだけど、かなりの人が同じことしてた。いや、多分ね、私と同じで、もう皆さんね、もうライフオーガナイザーイコールダブルリングができるものっていうその思い込みがさ、あったからさ、まあできるだろうっていうことで買ったんだと思うんですけれども、私もその一人なんですよ。なんか別に何もね、サイトに何も書いてなかったんで、もう勝手にできるだろうと。で、リフィルパッドも普通にさ、10ミリのやつ売ってるし、できるだろう運転でね、行ったらね、全然入らなかったっていうね。まあ皆さんもね、なんかそういうね、過去があったということでね、同じ、でも私としてはね、同じ過ちをしてる、同じことをしてらっしゃる方がこんなにいるんだと思ってね、心強くなりました。で、おかげで、昨日はさ、ライフオーガナイザーがダブルリングができなかったことによって、私の計画がね、すべておじゃんになったわけですよ。本当さ、左側と右側で分けて、で、ダブルリングができると思ってたから、まあそうなるとさ、元々の本体のリング15ミリと、プラスリフィルバットの10ミリ分で、まあ、25ミリ系分ぐらいの収納力ができるなと思ってたから、まあいろいろね、リフィルもこれから詰め込んでいこうと思ったんですけれども、もうそれができなくなった今、じゃあレクタングルオルターをちょっと最適化してみようかなっていうことで、いろいろね、なんか増やしたり減らしたりとかして、いろいろ中身を改造した結果、昨日はね、オルター上が最強になりました。その手帳タイムで、その動画撮ってさ、いろいろ考えたのよ。私の考えた記録を見て、これ、A4 の2模試ねなんですけれども、見てよ、このさ、私の計画ね。まあ、面白いことになったと。ライフオーガナイザーがダブルリンクができないぞっていうことになって、でもまあ、そのさ、こういうのってさ、結局買ってみなきゃわかんないし、で、それこそ私はね、すげえポジティブシンキング人間なんで、いや、もうこれはもしかしたら、そのオルター城をもっとめでるためのきっかけをいただいたんじゃないのかなと、そういう天の啓示だろうということで、じゃあ、どうやってめでるかってことでいろいろ考えたのがね、以下になります。まあ、本当はね、今から、いろんなライフオーガナイザーのサイズを紹介するんですけれども、ぶっちゃけいろいろ考えたのよ。HB のライフオーガナイザーにしようかなとか、まあバイブルにしようかなとか、これを機にミニ6にやっぱり戻ろうかとか、いろんなことを考えたんですけれども、今さ、私いろんなね、ぶつかっちゃった。いろんなさ、ノート系とか使ってて、こういうね、いい加減ノートだったりとか、あとロルバーンのね、この、ノートだったりとか、いろいろ使っていて、で、プラスでさ、やっぱ英語サイズのね、いいところっていうのも改めて考えてみたらさ、もうこの筆記面積が広いとか、紙がもうほぼほぼ選びたい放題とか、資料まとめやすいとかね、で、紙も選びたい放題っていうのはほんと一番でかくって、あとプリントしやすい、資料まとめやすいっていうのもすごいでかくて、これ A4 の2模試なんですけれども、これもね、英語ってさ、A4 の半分じゃないですか。なんで、これも普通に、ここで、こうやって切っていただいて、切っていただいてよ。で、ニーモシネさんね、マジでね、何が便利ってね、ここにね、なんか半分のね、半分になんか折れる矢印みたいなのがついてるんですよ。まあ、これをやんなくても普通に半分には折れるんだけれども、英語、A4 の半分なので、普通にこうやって折っていただいて、折ってね。よいしょ。ここまた折り返していただいて、よいしょ。折り返して、そのまま穴パンすればさ、もうそのままね、英語のリフィルとしてね、挟めるわけよ、A4 の紙も。なんで、そういうさ、なんかいろんな利便性ね。あ、そうだ、ロック穴パンチ、こうやってするときにさ、どうやって真ん中に、ちゃんと真ん中にね、こう行くようにしてますかっていう質問いただいたんですけれども、私はほぼほぼもう勘です。もう何年もね、これ使ってるとね、ほぼほぼなんか同じようなね、
何回やっても同じような位置に穴パンできるようになります。ただあとね、オープン工業のやつはここになんかバイブルだったらここからここまでみたいな感じでガイドがね一応ここにあるので、なんでそれに合わせてねやったりとかもしてます。でまあこうやってね6穴パンチをすることによって A4 サイズのやつもこの中にね普通になんか挟めるようになるので、もうそのさ利便性を考えたらさ、やっぱり英語から離れるっていうのはちょっと考えづらいかなと。今の私の使い方の場合はね、ちょっと英語から離れるのはちょっと嫌だなっていうことで、じゃあレクタングルオルターをもっとなんか使いやすくしようっていうことで、昨日いろいろね、インデックスをつけてみたりとか、インデックスをつけたり、中身のね、本当に不要なリフィルとかをさよならしたりとか、まあロロマさんの30ミリに移動させたんだっけなんですけれども、あとは、その15ミリリングを快適に過ごすために、今までね、このスケジュール系の月間のマンスリーとかもさ、来年のやつまで入ったのよ。だけど、ぶっちゃけまあ来年まではね、別に予定が入ることそんなないから、来年のはいらねえだろうっていうことで、とりあえず10月までのをここに入れとくことにしました。で、ウィークリーとかも、ウィークリーはさ、まあ毎回使うから、こういう風にね、結構8月までは入れてあるんですけれども、なるだけね、不要なリフィルとか全部外して、15ミリでもね、ちゃんと収まるようにした結果、レクタングルオルター錠がね、めちゃくちゃ使いやすくなりまして、で、プラスでね、こうやってノートもね、挟めて、で、昨日なんか発掘した、この英語のさ、ポケットね、この英語のポケット、この中になんかインデックスとかね、いろいろ入れたりとかして、で、こっちには、シールとかをね、こっちの、レクタングルオルター錠の本体のポッケにこうやって挟んで、なんか収納力をアップさせたんですよ。そしたらね、めちゃくちゃ使い心地よくなって、もう当分レクタングルオルター錠で行こうと思います。いやもうね、この子はね、本当にね、なんだろう、育てる楽しみがめちゃくちゃある革なんですよ。もう見ててね、ちょっとなんか、もう本当、最初の頃のツヤと全然違うことはわかると思うんですけれども、本当に全然違うの。てか日焼け止めをさ、塗ってる手とかで触っちゃうとさ、白くなっちゃうからさ、そこら辺はね、もう毎日こう、空拭きしてほしいんですけれども、まあそういう感じで、私がね、昨日ライフオーガナイザーの英語でね、失敗したおかげでね、レクタングルオルター錠がね、最強になったので、まあ別にこれはね、これはこれとしてね、笑える経験だったっていうことで。で、今日はね、何をやりたいかっていうと、そう、同じね、失敗をね、していらっしゃる方も たくさんいたので、だけどね、あれなのよ。入らないのって、リングが入らないのって、M 語とね、英語だけなのよ。なぜか。なんでだろうね。で、M 語もさ、M 語は M 語で、私普通のウォータープルーフのダブルリングのね、やつがあって、よいしょ。こっちのさ、このね、ダブルリングの方が入らないかなと思ってね、さっきに入れてみたんですけれども、無理やりね、やろうと思えばね、こうやってね、随時進もうとすれば入るんですけれども、M 語と英語やっぱさ、構造がさ、バイブルと M 6はね、結構ここにゆとりがあるのよ。だからダブルリングができるの。だけど、M 語と英語はさ、ここにゆとりが全くないのよ。ほぼほぼなくって。なので、多分ね、ダブルリング化してる、英語でもね、そのリフィルパッドを切ってダブルリング化してる方もいらっしゃるそうなんですけれども、結構ね、私メッセージでいただいた、インスタグラムとかも含め、メッセージとかでいただいた方たちは、まあ自分もなんか切っていろいろやってみたんだけれども、まあ、使い心地がいいかって言ったらそんなには良くないと。で、私の場合はね、このね、リフィルパッドをね、切るっていう行為自体がめんどくさくて絶対やらねえと思ったので、まあね、このライフオーガナイザー英語は、まあ、いつかは使うかもしんないからね。それこそさ、もっとなんか、閉じノートにハマった時とかさ、それこそ英語だったらさ、閉じノートもうちょっと分厚いやつとかでもなんか入るような感じがするので、なんかそういうね、使い方に目覚めたら、今以上にそのノート使いたくなったら、ライフオーガナイザーの英語もね、使うとは思うんですけれども、とりあえず今はね、レクタングルオルター錠を使おうと思います。で、まあ、さっきも言った通り、もうこの英語と M 語ね、英語と M 語に関しては、もうノートとこの本体リングオンリーと。このライフのね、このちっちゃいノートとか挟めばね、普通にこうやって使えるので、M 語もまあ分厚くしようと思えば分厚くできるんじゃないのかな。私は M 語にそぐわないインデックスを過去につけてますね。何やってんだろ。
で、英語でしょ、で、英語でしょ。まあ、英語は昨日言ったからいいだろうと。まあ、ただまあ、ほんとさ、ディープについては、昨日も言った通り、めちゃくちゃツヤが出るので、これもね、これはこれですっごく育てがいのある皮なので、で、あとコストもね、結構なんか比較的手に入りやすい、手に出しやすい価格になってるので、まあ、そこら辺も挑戦しやすいと思うんですけれども、まあ、ダブルリング化したい人は、今からね、紹介する HB かバイブルかミニロクを使ってください。たださ、これはさ、でもさ、今後もきっとさ、ライフオーガナイザー知ってる人とかってダブルリングできるっていうのは結構なんていう、その醍醐味なところがあるじゃないですか。だからそれでいるとさ、買っちゃう人いるよね。なんで、もし周りの人でね、英語とか M 語のライフオーガナイザーを買って、ダブルリング化したいって、そういう発言をしてる人がいたら止めてあげて、できねえよって。もうやろうと思えばできないこともないけれども、果たしてそれが 100% 使い心地いいかちょっとわからんでっていうことをね、ちょっと伝えてほしいなと思います。サイトにも書いてないのよ。まあ確かにサイトはサイトで別になんていうの、そのダブルリングかうんぬんについて英語と M 語に関しては触れてもいないから、まあそれはそれでしょうがないのかなと思うんだけれども、いや米印でマジで書いてほしいよ。いや、バイブルとかさ、M6 とかさ、HB のさ、ライフオーガナイザーでさ、慣れちゃってる人ってできると思ってるじゃん。なんでね、なんかその文言を加えてほしいところですね。絶対同じ失敗してる人もっといるって。で、じゃあ最初はね、まあ、昨日も紹介したけど、ミニロクからいきますか。ミニロクはこの本体リングプラスで、こういうなんか差し込みリングが売っていて、こういう風にね、まあ、入れることによって、ダブルリングとして使うことができます。ほんと見てわかる通りさ、英語とか M 語ではないようなゆとりがね、やっぱ M6 とかにはあるので、まあ、これもさ、ちゃんと差し込んで、差し込まなきゃいけないんだけれども。で、この M6 に関しては、普通にこういう差し込みリングじゃなくて、普通になんていうの？プラスチックで売ってるやつとか、あとリフィルパッドとかね、そういうやつも差し込めるので、いろんななんかまあ選択肢があります。で、これはで、まあダブルリフィル、ダブルリング化できるよと。ダブルリング化できるよということで、次がバイブルですね。バイブルも、ここ結構さ、こうやって見るとさ、ディープってさ、もうめちゃくちゃ皮の表情違うでしょ。この脂肪のこの大きさっていうかさ、全然違くない？まあ、こっちバイブルはさ、かなり使ってたこともあって、すごい潰れてはいるんですけれども、それにつけてもさ、全然違うでしょ、表情が。めっちゃ面白いよね。で、これ開いてみて、で、まあ、バイブルの方はかなりもうこっちのリング、8ミリかな？めっちゃ小さいね。こんなに小さかったっけ？なんか8ミリぐらいじゃね、これ。あ、10ミリだったわ。10ミリか。と、10ミリで、プラスで、まあ、リフィルパッドとか、あと差し込みリングですね、を差し込むことによって、もっとね、入れることができるようになります。まあ、例えばこういうなんかリフィルパッドとかも、普通にね、こっちに入れることができるので、よいしょ。ちなみにリフィルパッドのね、このリング径17ミリで結構大きめではあるんですけれども、確か平気だったと思うんだよね。そうだよね。全然余裕だよね。まあ、こっちのね、本体のついてるリングが10ミリと結構小さめなので、なんでこっちが、かなり太めのね、リングを入れても全然平気になっておりますし、で、リフィルパッドを使えばさ、こうやってゴムバンドもね、自然にできるようになるので。で、昨日も言ったけども、まあ、ディープにしろ、レクタングルオルターにしろ、この皮のさ、やっぱゴムバンドをすることによって、この皮にね、癖がついちゃって、ここら辺がさ、ちょっと凹んじゃったりとかね、まあ、とりあえずね、癖がつく可能性が高いよということで、ゴムバンドを考えてる方はね、まあ、この縦にこうやってやるタイプだろうが、横にやるタイプだろうが、どちらにせよ、癖がついてしまうかもしれないので、まあ、そこら辺が気になる人とかはね、そのゴムバンドとかよりかは、もうちょっとなんかゆるゆるのね、まあ、ゴムバンド選ぶにしても、もうちょっとなんてなんか結構、そのギチギチにね、締めるタイプのものではないものを選ぶとか、そういうものをつけた方がいいんじゃないのかなと思います。でもこれもね、バイブルサイズも普通にダブルリングで使えるよと。まあ、ただね、ダブルリングで使えるよっつっても、なんかレーニエのさ、クラッチジャケットについてくるような25ミリの、リフィルパッドあるでしょ？それだとちょっとだいぶきついと思う。今25ミリのさ、リング
あるっちゃあるんだけどさ、これ取り出せねえんだよな。ちょっとなんか、今机のね、取り出しづらい位置にあるので、ちょっとなんか取り出せないんですけれども、今多分17ミリがやっぱり限界なんじゃないのか。25ミリをここにね、やってこうやってやるってなるとね、かなりなんか膨張しちゃうので、なんで、使う場合は、普通にね、こういうなんか、バイブルサイズの、こういう金属タイプの差し込みリングが売ってるので、それか、あとリフィルパッドを使うか、こっちのね、リフィルパッドを使うか、両方、どっちかの方がいいと思います。25ミリはちょっとここにはね、もう、この体に、その25ミリリングなんていうボディはきついと思う。なんでこれがバイブルサイズでしょ。で、次ね、HB×W5 ね。HB×W5 も、このレーニエのね、クラッチジャケットじゃねえ。レーニエのライフオーガナイザーが出ていて、で、レーニエさんはね、ディープと違って、かなりふかふかな革になっております。なんだろう、触ってね、なんかしっとり吸い付くような革っていうか、これどういう経年変化するんだろうな。あ、ツヤとか出るのかな、ちょっとよくわからないね。あんまりレーニエさんをさ、すっごい使い込んだことがないので、今までレーニエ持ってるやつなんだ、あとクラッチジャケットのミニロクと、あとバイブルを持ってるのか、持ってるんですけれども、そんなに使い込んだことがないので、この革が一体どういう表情に変化するのか全然わからないんですけれども、レーニエさんは多分触り心地にね、定評がある革だと思います。で、こんな感じで、HB×W5 の本体に対して、こっちにバイブルサイズを入れられるっていうね、優れものになっておりまして、で、こっち、よいしょ。すげえな。このポーチも入れてあって、ここにリングも入ってたよ。火事だ。ごめんね、サイレンとか言っちゃってね。でも、私は止められないから、ちょっとそのままにしとくわ。ちょっと窓閉めるか。こんな朝っぱらから火事かい。よいしょ。まあ、ということでね、レーニエのこの HB×W5 のリフィルパッドじゃなくて、ライフオーガナイザーだと、もうこういう風なね、使い方ができるので、まあ、それこそさ、まあ、ライフオーガナイザー使いたい人ってさ、例えばなんかやっぱり仕事とプライベートでリフィル分けたいとかさ、そういう人が結構いらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、そういう方とかは、例えば、もう、プライベートはがっつり、なんかこっちの HB にね、いっぱいなんか書くようにして、仕事のものに関してはバイブルにね、さささってまとめるメモ程度のことで書くとか、そういうなんかいろんな使い分けができるので、そういう風にね、使ってみてもいいんじゃないのかなと思います。これいつのだろうね、もう結構前のだぞ。レーニエはこれ15ミリですね。で、こうやって挟んで、よいしょ。これもノート入れられるよね。こっちに、ね、ポッケがあるので、いろいろ入れようと思えば入れられそうですね。なんだこれ？インスピックの説明ガイドがこんなとこ入ってるよ。よいしょ。で、まあ、別にゴムバンドで止めなくても、普通にね、こうやって閉まる、じゃあ閉まるんで平気なんですけれども、私はこれはプロッターのゴムバンドか。プロッターのゴムバンドをここにやってたんですね。よいしょ。こんな感じでね。もうこの、というわけで、今までね、見てきた通り、ライフオーガナイザーに関しては、この、まあ、M 語と英語以外は、リフィルパッドとかでね、リフィルパッド及び差し込みリングでかなり、自由度がね、高く遊ぶことができますので、まあ、もしね、検討中の方いたら、ぜひぜひ、見てみてください。いや、本当にね。まあ、この英語のさ、ただ、ライフオーガナイザーのさ、その英語の事件がなければ、私、レクタングルオルターじゃないやつを使ってたし、あと、なんていうの、やっぱりリフィル系がね、今足りないっていうことでライフオーガナイザーを買ったんですよ。なんで、その、入んなかったことによって、いや、本当に15ミリで入らないのかっていうね、考え直すきっかけもね、もらえたので、まあそこはね、別に発見でよかったなと。もうレクタングルオルタージョもね、可愛いじゃろ？見てごらん。このツヤツヤを。見てごらん、こんな。こんなに入るんやで。一応15ミリリングで、今ノートも入ってるからね、こんなに分厚く見えるんですけれども、ノートなしだと、こんな感じですね。かなり結構スマートな感じになっております。でね、昨日ね、変えた部分に関しましては、まあ、昨日ちょっといい加減ノートとね、このロールバーンのこのノートには、ちょっとステッカーを貼って自分仕様にしたのと、
ステッカーもね、私はまあロフトとかで買うことが多いんですけれども、このリフィルパッドとアシュフォードのステッカーに関しては、イベントの時はね、アシュフォードガチャの、ガチャガチャのね、ガチャポンのやつで、当てたシールになりますね。当てたっていうか、もうそれシールは別にあのガチャポン全種類出てくるのか、全部何のキーホルダーが出てきてもシールは出てくるのか。で、これでしょ？で、書いた部分はマンスリーをちょっと減らしたでしょ？あと、インデックスね。インデックスで、この未来妄想ワクワク委員会議事録とかね。あの、ウィークリーとその他日記と、あとシステム手帳関連のことを書いてるリフィルっていう風に、こういう風にアシュフォードのこのインデックスリフィルを使って分けております。でも、未来妄想ワクワク委員会議事録っていうのは、例えばさ、こういうことをしたいとか、こういうことをやりたいとか、いろいろ妄想するじゃん、人って。なんかそういうのをいろいろ書いてみたりとか、まあそういうさ、なんか理想とかさ、そういうのを書くことによって、じゃあ今の自分が何をすべきかということが見えてくるわけじゃないですか。なんで、そういうことを、妄想して即行動に移すための、ものがね、この中に入っております。まあ、ウィークリー、その他日記に関しては本当にこんな感じです。ウィークリーです。こんなね、こんなものね。なってて、あとシステム手帳関連っていうのは、その手帳に関していろいろさ、昨日のさ、2文字のこの A4 みたいに手帳に関して考えたこととかを、こっちにね、まとめております。これもさ、英語の使い方どうするかとかさ、まあこの7月11日現在はまだライフオーガナイザーを開封してなかったので、ダブルリングで使えると思ってた時代のものです。でも、それにつけてもね、別にこの英語のね、使い方どうしたいかって考えたときに、例えばね、ここにも書いてあるけど、MLD っていうのは、あれですね、モーニング、ランチ、ディナーですね。まあ、それをさ、別になんつうの、スタンプとかで押さなくても、こういうふうに、簡単なね、記号みたいな感じで書くのもいいなって思ったことと、あとは、トゥードゥーリスト以外にやったことを書くとか、あと、なんていうの、その理想ページとかね、自分のさ、なんかこういう服着たいとか、こういう部屋がいいとか、そういうなんか妄想をさ、イメージ化したものをなんかいろんなところからさ、画像を引っ張ってきて、それを1ページにまとめると。まあそういうの、理想のそのページ作るんだったらやっぱ A4 サイズが一番やりやすいのかな。そんぐらいちょっと面積があった方がいいんじゃないかなと思います。で、2文字にはね、この表はちゃんとこうやってグリッドがね、入ってるんですけれども、この A4 に関しては裏は、A4 に関してはじゃね、全部あれだ、裏は書かねえことになってるのか、裏は何も無地ですね。表はこうやって方眼になってて、裏はこうやって無地になっております。で、A4 サイズはね、リフィルパッドっていうか、こういうね、ノートパッド系でね、おすすめなのは、やっぱり、私は一番は、やっぱ2文字が一番なんかその万年筆のね、相性もいいし、書きやすいと思ってるんで良いんですけれども、あとはプロッターの A4 もね、多分ウェブ限定で発売してんのかな。確かあったと思いますので、まあそこら辺もね、見てみてください。ただプロッターのね、紙の方がね、薄いから、いろいろいっぱい入れようってなった時に入れやすいかもしれない。2文字って結構、言うてもなんか上質紙系の厚さはあるから、ただ書きやすいのよね。あ、で、昨日ね、これ書くときに使ってた万年筆が、こちらのね、シェーファーのレガシーのヘリテージっていうものになります。これがね、めっちゃかっこいいんじゃ。見て。すっげえかっこよくない？見て、この2部。これはね、私が初めて、自分の中で、クソ高い万年筆買ったな、第1号です。ただね、これね、ずっと探してて、私、インレイ2部っていうこのね、本体とさ、くっついてるこの2部がね、めちゃくちゃ好きなんですよ。特にこのシェーファーのこのレガシーのヘリテージのこの、イケメン具合、やばくない？このイケオジ具合。これやばすぎて、その当時ね、欲しかったんだけれども、どこもかしこも売り切れでさ、それこそさ、コロスケが始まる前からもう売り切れてたのよ、ほとんど。売り切れてたし、値段バンバン上がってる時で、で、これもね、見つけたのがね、たまたまね、やっぱ銀座の6行ったらあって、これが。ネット上全部売り切れてんのよ。なんで、あって。で、ほんとね、M と F があったんだけれども、もう2つのペン先があるんですけれども、もう、当時、日本にあったのはほとんど M だったんじゃないかな。あと F はね、なんかネット上にね、Amazon ってなんか、あるにはあったんだけど、ちょっとこれ、ちゃんとした業者かみたいなところで売ってて、ちょっとね、信用が全然できなかったので、私はその銀座の6でこれ見て、なんで店舗にあんじゃんってなって、感動して、
もう別に買うつもりではいたんだけれども、一応ね、一応さ、もう最初からこれくださいっていうのもあれだなと思って、支出させてもらえますかっていうことで支出して即買いしました。もう本当にね、この子はね、本当超書きやすい。もう最高の、この軸と書き味ですね。で、もうこの子もさ、かなり持ち歩いてるんで、かなり傷だらけのレディオになっております。で、この子はね、純正のこのね、インクを入れていて、このシェーファーのね、この純正のブルーブラックって、描いた時はさ、こんな色じゃないんですよ。描いた時はこんな色じゃなくて、もっとね、もっと青々しい青してるんですけれども、描いたそばからこうやって変化していって、かなりね、渋めのね、色になっていきます。あ、そうだ、あとね、実店舗にもあるよっていうことに関しては、そのシステム手帳でもさ、人気のモデルとかってあんじゃん？もうこれいつも売り切れてんなみたいな、ネット上だと。ネット上だといつも売り切れてるモデルでも意外とね、店舗にはあったりとかするので、もしどうしてもね、気になるモデルとかね、ある人は、一回実店舗に問い合わせてみるのもね、ほんと手です。あ、意外にね、オンラインストアとかでは、もうすべてのね、在庫なしになってるところも、なってるものに関しても、店舗だと意外に、全色ありますよとか、そういうのも普通にあったりするので、私は特にね、イルブテーロ、ノックスのイルブテーロとかはさ、今もう生産自体してないっていうこともあって、オンラインストアだと多分ね、英語って、の限られた色しかもう扱ってないのかな、多分なかったと思うんですけど、まあそのなかったと思うんですけどもって言っても、私が見たのが結構前の話なので、もはやね、オンライン上ではね、イルブテロ自体もないかもしれないんですけれども、銀座の糸屋だとさ、ミニロクも揃ってるし、バイブルも揃ってるし、英語もあったりとかっていう風に、なんか意外とその店舗にね、在庫があったりとかするので、どうしても欲しいモデルがある人はぜひぜひね、お近くの店舗にね、問い合わせてみてください。まあ近くの店舗を言うてもね、言うても結構システム手帳が充実してるとこじゃないとなかったりとかもするんだけれども、それ一か八かでね、試してみてください。で、このシステム手帳関連のこのリフィルが入って、あとはまあこのね、ただの普通の皿のね、リフィル入れと、これは元から入ってたやつですね。あとはまあ読書リフィルをまとめるこのファイルと、付箋と、こんな感じですね。で、昨日はこのね、ケースをね、発掘したので、これがね、どこに入ってたんだっけな。あ、そうだ。アッシュフォードのルガードの英語の中にね、これが入ってて、あ、これあるやんと思って、昨日引っ張り出していきました。レクタンクルオルターとか、こういう風にね、ポッケがあるとこだったら、こうやって備え付けられるので、大変便利でございます。で、本当ね、私はそのリング系がさ、大きいものを本来探していて、まあ、ライフオーガナイズはダメだった。じゃあ次、何買おうか。じゃあ、キュリオか、ストラーダか、それともネオフィかと思ったんですけれども、まあ、結局ね、レクタングルオルター帳がね、めちゃくちゃなんか今愛着が湧きすぎてて、昨日の一件もあって。なんで、しばらくはこのレクタングルオルター帳をね、めでていきたいなと思います。まあ、多分そうこうしてるうちにさ、きっとさ、今年のシステム手帳サロンのラインナップが上がってくると思うのよ。もう夏休みに入るじゃん。なんで、夏だとね、結構その商品こんなのが出るよみたいなことがね、出てくると思うので、ちょっとね、それは英語は期待しております。まあ、ただまあこのここ数年のね、傾向で言うと、まあ、M6 とか M5 とかさ、は出やすいんですよ。あともちろんなんか標準型のバイブルとかね、そんな出やすいんだけれども、もうここ何年かで見ても多分英語の新作って出たのって多分少ないと思う。なんでちょっとね、その英語のね、新作で出るのは少ないとは思ってはいるんですけれども、ただね、新しいものがね、出ることをね、祈ってね、ちょっとね、待ちたいなと思っております。まあ、一応システム手帳のさ、いろいろなんていうの知りたい人は、こういうシステム手帳スタイルですね。趣味の文具箱の特別編集ということで、システム手帳スタイルっていう本がね、出てるので、それをね、見ると、いろんななんかシステム手帳のメーカーのことも知れるし、リフィルも知ることができるし、使い方もね、盛りだくさんで載ってるので、ぜひぜひ見てみてください。多分、Kindle のアンリミテッドとか登録してる人とかは多分見れるんじゃないのかなと思います。じゃなくても、多分 Amazon でもね、最新号の取り扱いぐらいはあると思うんで、最新号6だったっけ、7だったっけ、忘れちまったわ。まあ、とりあえずね、見てみてください。ちなみにね、5だとね、
わしもおるで。語だとね、わしもおって、この当時はね、ちょっとね、英語もね、なんか使ってたらしいので、英語をこういう風に使ってますっていう風にも、いろいろ紹介されております。もう、これ本当にね、マジでおすすめなので、システム手帳で使ってる全ユーザーの皆様ね、読んでみてください。ということでね、今日は、レクタングルオルター、こういう風になりましたっていうね、最適化カスタマイズの方法と、あと、プラスでライフオーガナイザーね、こんな感じやでっていうね、ライフオーガナイザー全サイズを紹介いたしました。ということで、今日も見てくださりありがとうございました。では、また明日ね、お会いしましょう。バイチャー。